武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、京都工芸繊維大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、大問が4題で時間が120分、で出題されています。で、全部記述ですね、記述論述で書く形となっていますが、問題の難易度、自体は割と標準問題とはなりますが、グラフ証明などの問題の出題が多いので、記述力がないと結構辛いかなっていう問題にはなっています。で、出やすい範囲としては、微積、が特に出やすく、あとは確率や、図形関連、あとは、グラフ関連あたり、特に微積に関しては融合というか他の部分と、混ざって出てきますので、あの微積だけさえやればいいんでしょっていう形にはなかなかならないっていう点でも、ちょっと、いろんな分野のやり込みが必要という形になっています。で、問題の難易度としては、マーチレベル、にはなるんですが、記述論述の練習ができる、参考書ですね、国公立、標準問題集、キャンパスなど、を使う、もしくは、全国大学入試問題、などで、いろんな大学の過去もやる、などでもいいと思いますが、やはりそのいろんな記述式の問題に触れておいた方がいいかなというふうには思います。で、基本的にここはミスさえしなければ解き方がわからないということは、さほどないかなとは、思います。ただ、記述をしなければいけないという時点で、センターなどの勉強までしかしっかりやってなくてっていうことがあると、特に証明問題やグラフ問題に関してはある程度その回答の書き方っていう部分が、文字だけ書いてればいいっていうふうにもなかなかならなくはなってしまいますので、そこはしっかりですね、回答として、ちゃんと記述で書けるようにという練習をやることを心がけてください。標準的なレベルがしっかり、こなしていれば十分対応できる内容だと思います。以上が数学の勉強となります。